はい、それでは本日は2級建築施工管理士の学科試験平成26年問い17番について解説していきたいと思います。給排水に関する問題です。給排水設備工事に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、水道直結直圧方式は水圧が大きすぎて2階建て住宅の給水には採用できない。まずですね、水が家に流れてくる方式なんですけども、どうやって蛇口をひねったら水が出てくるかというと、これはですね、まずこの水道管が下にあります。この水道管から直接このように水を持ってきます。これで住宅やマンションの家の中に水が流れるということになっております。で、この流れる方式なんですけども、水道直結直圧方式といって、急に一気にもうそのまま持ってくる方式ですね。これが水道直結直圧方式というものになっております。主に住宅などで使われて、水圧に関しては弱いですよということですね。そして2つ目、高架タンク方式。これはですね、この水道管、地下にある水道管から水を持ってきて、この受水槽で水を溜めます。そしてこの受水槽で溜めた水をですね、浴水ポンプというもので一番上まで、屋上まで上げていきます。そして屋上に水を上げて、その屋上に上げた水を重力で下ろして、早くブワーッと下に流して、各階に水が行き渡るようにしています。これが高架タンク方式というものです。そして最後に圧力タンク方式というものはですね、直接全部の階に行くんですけども、ここに増圧ポンプといって、この水道管の水の速さを一気に増加させて一番上まで持っていく方式ですね。この3パターンが水が蛇口ひねったら出る方式になっています。そしてこっちの2つに関しては、マンションで使われています。水圧に関しては大きいものになっております。ここに受水槽があったり、逆にここに受水槽がなかったり、いろいろな細かいパターンがあるんですけども、今回は、そのような細かいことは省いて、この3つがありますよというのを覚えておいていただければと思います。これを踏まえて1番、水道直結直圧方式、これですね、こちらは水圧が大きすぎて2階建て住宅の給水に採用できない。これは住宅に使用されるもので水圧が少ないです。なので1番に関しては間違っています。それでは2番、ウォーターハンマーとは給水配管内の水流が急激に停止したときに振動や衝撃音が生じる現象を言う。これは合っております。このまずウォーターハンマーというものはですね、こう水が普通に流れていたときに急に水がザーンと、シャットダウンしてしまうと、水の行き場所がなくなって、ボボボボボボってすごい音が鳴ってしまいます。配管が流れる水が急停止されることで、逃げ場を失い、管に圧力がかかり激しい振動が生じる。これをウォーターハンマーと言います。このウォーターハンマーにより配管が破壊されてしまう場合があるので、気をつけないといけないということですね。なのでこの2番に関しては合っております。では3番、飲料水用の給水タンク等の水抜き管は一般排水系統へ直結せず間接排水とする。これは何を言っているのかというと、まずこの間接排水というものに注目していただきたいんですけども、この間接排水というのはですね、直接この管を通してそのまま水がずっと流れていくのではなくて、一度縁を切り余分なものを除去します。空気を入れるということですね。大気中で一度縁を切って余分なものを除去してきれいな水にするということです。これ今回、飲料水用って書いてあるんですけども、ちょっと分かりやすくするために、厨房にある飲食店の厨房とかにあるグリーストラップ、グリストって言われるものですね、グリストを使って、説明していきたいと思います。この間接排水っていうのはですね、このグリーストラップの場合、残飯とか油がこうブワーって出てくるんですけども、ここに、その残飯などを、溜めるものがあります。そして溜めて下に油と水だけが混ざっていきます。そしてここが1層目で、そして2層目に行ったら油と水を分離させます。ここに油がいっぱい浮いてきます。そして油だけ浮かして最後の層できれいな水だけを残して外に排出するという流れになります。これが間接排水です。なのでこのような住宅、家にある飲料水とか、このような残飯などは直接排水管に持っていくと配管の詰まりなどが起きてしまうので、これを防止するために直接水を流さず間接的に水を流すということになっております。なのでこれを理解していれば、この3番は解ける問題になります。なのでこの3番に関しては合っております。それでは4番、屋外排水設備の汚水末の底部には下面が半円形状のインバートを設ける。
これは何を言ってるのかというと、まずこのますというのはですね、点検口のことを言います。この点検口というのは何かというと、ちゃんと流れているかどうかを確かめるものを、ますと言います。その汚水がしっかりと流れているか確かめる点検口のことを汚水ますということですね。そしてこのインバートというものはですね、汚物や固形物が停滞しないようにするために設けられた、底面の溝のことを言います。これも文字だけではちょっと分かりづらいので、写真を使って説明していきます。これがインバートですね。インバートと、あとは、汚水ますになっております。このような断面図だとこうなっておりますね。これが、インバート、汚水ますの、インバートを設けたものです。でですね、これ一応ちょっとこれだけでは分かりづらいと思うんですけども、なぜこのインバートというものを設けるのかというと、排水中の汚物などを停滞させないために、もうずっときれいに流していくために、マンホールや汚水ますの底辺に設けられるということですね。もしこのような、セメントとか土でこう埋めるんですけども、これが全部なかったら、もう流れているかどうかがわからないです。ちゃんと流れているかどうかわからないですし、停滞してしまう可能性があるので、このような底辺だけ、切って、このような、半円状のインバートをつけることによって、固形物が停滞しないように、しっかりと確認できるマスになっているということですね。なので、この4番に関しては、このインバートのことを言っていますので、合っております。以上のことから今回は1番が間違っていますので、1番が答えとなります。